ディソナ銀行は、14日、東京本社で管理していた預金者14,561人の氏名や住所が記録された非開時期ディスク1枚を紛失したと発表しました。同社によると、口座番号や電話番号などの情報は記録されておらず、外部に流出した可能性は極めて低いとしています。今後、再発防止に向け、 社内研修などを通じて顧客情報管理を再徹底します。8月に実施した社内点検で発覚しました。ディスクはダイレクトメールの発送に利用されており、委託業者から返却された後に所在がわからなくなったということです。ただ、不正に持ち出された形跡はなく、紛失したディスクにはパスワードを設定しているため、第三者は確認できないとしています。 理想な銀行は誠に申し訳なく深くお詫び申し上げますと陳謝し11月6日までフリーダイヤル0120-278689で問い合わせを受け付けていますリソナ銀行を利用している人には不安感は拭えないでしょう外部に流出していないということは内部で何かあるということではないのか顧客のデータ 普通は厳重に管理されていて紛失することなんてないはず銀行は求めるものばかり多いくせに肝心なことには言い訳がましいことばかり言う。